放送席、見事なサヨナラホームランを放ちました柳田悠岐選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。ナイスバッティングでした。はい、嬉しいです。あの場面どんな思いで打席に立ちましたか？いや、もう決めれたらいいなと思いながら打席だったんですけど、うまくバッティングできてよかったですね。はい、打った瞬間打球は高々とライトスタンドに入っていきました。手応えいかがでしたか？最高でした。好調を維持している柳田選手、その好調の要因どんなところにありますか？やっぱり真面目に野球やってるからです。まあ、今日は5月5日このヤフオクドームには大勢の家族連れ、そして子供たちが駆けつけています。その子供たちにいいバッティング見せられましたね。やっぱりちっちゃい子供はやっぱりプロ野球選手のプレー見てプロ野球選手になりたいって思うと思うんで、いいところを子供のみんなに見てもらえて本当に嬉しいです。そして今日は工藤監督の誕生日でもあります。いいプレゼントになりましたね。そうですね、はい、おめでたい日にいい勝ち方できて幸せです。最後に柳田選手から工藤監督にホームランだけでなくもう一つプレゼントがあると聞いていますけれども。いやないんですけど、皆さんご起立ください。じゃあ皆さんで工藤監督の52歳の誕生日を祝いましょう。そして歌いましょう。いきます。せーの。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear 監督。Happy birthday to you. 今日はありがとうございました。ありがとうございました。今日のヒーローは見事なサヨナラホームラン柳田悠岐選手でした。